日本の方が MRI 取ったら結果出るのは早いです。日本は当日 MRI 取ったらその日結果が出ます。韓国は MRI 取ってから1週間後にまた結果聞きに来てくださいと言われています。なぜその場ですぐ大丈夫なのか、再発したのか、問題があるのかないのかをなぜその日に教えてくれないのか。 技術がなないのかなぁ何でも早く早くという韓国はなぜ MRI を取ったらまた1週間後に来てくださいというのかそれはすごく疑問です何回も何回も病院に来てほしいからでしょうか日本だとその日取ってすぐ結果その日に教えますだいたい手術してからもうずっと毎月毎月 まあそれから3ヶ月に1回取って、今はやっと6ヶ月に1回取ることになりました。6ヶ月に1回 MRI で取ります。